はい、皆さんこんにちは、まちゃさんでございます。今日もね、ペルソナ3リロードのこの動画を見ていただいて誠にありがとうございます。今日の動画のテーマはですね、みんなが気になっている魔導の才能ですね。そしてメサイアの作り方、はい、そして魔導の才能のブースターでつける中でですね、ブースターの付け方でやってはいけないこと、はい、これを解説していきます。めちゃめちゃ気になるよねやってはいけないことがあるんだよ。はい、やってはいけないことがあるんですね。わからなくてね、もうバンバンつけて、やっちゃってる人はぜひ、皆さんね、ちょっとブースターの付け方気をつけて作っていってほしいなと思います。初心者さん向けにね、やっていきます。紹介していきますんでね、ちょっと熟練者の方は、温かい目で 見守っていただければなと思います。わかんない人はぜひこの動画をチャンネル登録と高評価しといてください。はい、高評価しないとね、チャンネル登録しないとね、こっから先ロードゲームから先進めないんで、はい、見れないのでチャンネル登録者限定チャンゲなんでねしましたかね。はい、それではやっていきましょう。こちらのセーブデータで、解説してまいります。はい、日付は1月28日影時間にやってまいりました。このセーブデータで解説していきます。まあ、物語はね、だいぶ佳境の方です。ですから、こっから先の展開とかダンジョンの形とかペルソナとか見たくないって人はね、我慢してみてください。まあ、もしくはね、もうやむなくここまで見ていただいてブラウザバックという形をとってください。はい、で情報欲しいって人はね、こっから先我慢してみてください。もうそれしかない。うん、あとね、 DLC が苦手だっていう人ね、たまにいるんですけど、そういう方々もちょっとね、ひょっとしたらチラッと出てくるんで我慢してみてください。ご了承いただければいいですかね。それではやっていきましょう。でね、物語をね、ここまで進めると、まあエレベーターでも見たらわかるけどね、これぐらいの回数まで上がれるようになります。するとね、まあ1月28以前ぐらいになっても上げれるようになってるんだが、審判、これがね、マックスまで上げれるようになります。ついに最後の門番を撃破した、あがの絆で、固く結ばれてる仲間たちとならどんな試練も必ず乗り越えられるだろう、てんてんてんということでね、これがマックスになるとあるペルソナの合体が解禁されます。それがメサイアでございますね。で、主にですね、使うペルソナはこの2体、このオルフェウス愚者ね、そして、タナトスを、合体させると使えるようになります。まあこれペルソナレベル関係なかったと思うな、うん、多分。でタナトスはね、物語を進めると作れるようになりますのでご心配がありません。まあ主人公にね、関係した、ペルソナかな。うん、だからこの2体を合体させると、ようこそベルベットルーム、まあ、主人公に関係した第3体目のペルソナが作れるようになるということでございますね。で合体の特殊合体を見がちなんですが、ここにはないんですよ、メサイアは。意外ですよね。うん、でタナトスはね、ここでこれが素材です。少々見劣りするようですが、これね、こんだけ合体させないといけないんですね。でメサイアの作り方は、タナトスとオルフェウスを足すと、すると作れるようになります。でね、これね、メサイアね、いろんなこう合体情報を今動画で上がってんだけど、これ間違ってるよっていう情報あるんで、そこもちょっと言っていきたい。とりあえず合体させましょう。まあね、レアスキルメインでつけていきたいよね。でハイグローなるべくつけといてください。これ結構めっちゃ大事です。強大な力を授かって、おっと、3つか、きついな、3つしか継承できないのか。ハイグロー後でスキルカードでつけた方がいいかもな、これだと。強大な力を授かって生まれてまいります。これね、ハイグローがないとね、困るんすよ。成長させないといけないので、あった方が楽です。できましたね、真っ白な、縦なんか棺桶振りました。危ない、危ないですね。あ、大気候とかね、めちゃめちゃいいスキルバンバン覚えていくんですよ。うん、でちょっとね、いらないスキルちょっと解説していきます。ネギドラオンです。ちょっとね、贅沢でしょこれね。なんでかって言ってね、普通にやったらあれなんだけど、
あの明けの明星僕今覚えさせたんで僕がね、これはメギドラゴンいらないですね、はい、で万能ブースター万能ハイブースターの手に入れ方は前回の動画で解説しています。はい、合体変化で手に入れるよっていう解説してますんで、そちらの方見てください。でね、これすごい物理無効覚えんだよ。これすごいね。これね、斬撃打撃貫通全部無効になるの。やってみるよ。あ、メシアライザーいらないな。メシアライザーいらない。これ別のペルソナでやらした方がいい。これ覚えさせた人がいたけど動画で。これはね、物理無効にしちゃおう。不屈の闘志が変わりそう。これね、レアなスキルを変化させるほどなんかレアなスキルに変化しやすいという噂が来てます。ほんまかどうかわかんないです。やりたい人はやってください。まあ俺は今回やらない。まあね、できましたよ。次にね、あの魔導の才能を成長すると覚えると。はい、で救世主の奇跡かな、うん、輝きしかもわかんないけど、ここでは奇跡と呼ぼう、読みやすいように。うん、救世主の奇跡が、あのアイテムでね、レベルが上がると今後アイテムが手に入るということでございます。ね、気をつけなきゃいけないのは、さっきみたいにメシアライザー特化型に、ね、するとかね、まあ、別にやり方としては全く間違ってないんだけど、メシアイヤでやるんだったらちょっともったいないな。どうせ回復役やるんだったら他のペルソナにこう役割を住み分けさせた方が僕はおすすめですね。なんでかっていうと耐性めちゃめちゃ優秀なんですよ、この時点で。もう物理無効なんか覚えらせたらほとんど攻撃効きにくいってやつなんですよ、ね、だったらこう明けの明星特化型とか、あと自然系魔法のね特化型にしたりとか、うん、ハイブリッド魔法とかね、だから火炎と氷結を使い分けるやつとかね、特化型とかした方がいいかなとか、電撃シップでもいいんだけど、そんなもんかな。チャージ役でもいいかもね。そういう風にした方がいいかも、うん、チャージ特化型ってやつね。まあなんかね、メシアライザーとかこう明けの明星とかいろんな魔法をねこう複数ね使い分けるっていう感じにするんだったら、ちょっと役割を住み分けた方がおすすめです。はい、で今僕明けの明星特化型にやろうかなっていう方向でスキルをちょっと継承させたけど、その場合はね、万能ブースター万能ハイブースターまでにしてください。あとマルチブースターね、もうそこまでにしときな。うん、魔導の才能はね、万能魔法以外の魔法攻撃力が自動的に 25% 上昇するですんで、このね明けの明星とかメギドラオンには効果がございませんだから、あー俺強えと思って明けの明星の効果上げてやれっつってね、魔導の才能乗せないでください。これやっちゃいけないことです。これ魔導の才能のブースターの付け方でやっちゃいけないこと第1です。はい、第2もあります。気をつけてくださいね。第2はまた解説しますね。それではこれでちょっと成長させたメサイアを見ていきましょうか。それでは次の動画をご覧ください。またようこそベルベットルームへ。はい、ベルベットルームやってまいりました。ちょっとねメサイア成長させたんで見てってください。ちょっと引き出していきましょう。これまでの歩みでございます。だからね、さっきからちょっと時間経って、メサイア成長させた状態ですね。はい、成長してねえじゃねえかと思ってる方々、違います、成長してます。ハイグローをスキルカードで取り付けました。これ絶対いります。これあった方が成長させやすいんで、はい、使わなくてもね、あのベンチ入りしてるペルソナでもレベル上がってくんで、これつけてください。一旦ね、最終的にはこれ取り外すんだけど、マックスになったら。でもなかなか多分外せないと思う。今からの解説僕聞いたらわかると思う。うん、じゃあとりあえず呼び出していきましょう。こちらでよろしいですか。高いな。それではこちらを。レベル高いからお金も高い。8万9000とか、ね。今から言うことがすごく大事で、はい、まあ、さっきも説明しましたけど、あの明けの明星があるんだったら魔導の才能はつけない方がいいです。これまず一つね。はい、でもう一個、魔導の才能を例えばなんだろう、ここに搭載したとしましょう、仮にね、うん、でマハラギダインとか、まあなんだろう、インフェルノとか火炎魔法特化型のメサイアを作ろうとしたと。で火炎ハイブースター火炎ブースターでマルチブースターつけて魔導の才能をつけたとする。うん、だから魔導の才能を使った火炎特化型の、メサイアを作ろうとしたとします、あなたがね。ま
まあ、そういうことをする人、まあ、少ないなって言うかもしれんけどね。でその状態でこの条件だったらやばい。聖杯ルシファーっていうね、この武器を装備してたとする。はい、追加効果見てください。全能力プラス7、魔導の才能。要はですね、自然系魔法ですね、万能魔法以外の、だから自然系魔法のブースターがさらにかかるよということですよね。はい、だから実質魔導の才能2個付けになるっていう感じの推察が成り立つんだけど、これはダメです。やってはいけません。これがやってはいけないブースターの取り付け方ですね。で今ちょっとスキル構成でね、こうなってるけど、例えばさっき説明したみたいにインフェルノ、火炎ブースター、火炎ハイブースター、マルチブースター、魔導の才能ってつけたとする。そして聖杯ルシファーっていう剣を持った状態で戦ったとする。するとこのペルソナスキルの魔導の才能、ここで覚えた魔導の才能は意味がありません。意味がないんです。もう聖杯ルシファー持ったままでそんなスキル構成してる人がいたらもう止めてください。それは間違ったあのペルソナスキルなんで。むしろあのこのその聖杯ルシファーを持った状態だと魔導の才能が死にスキルになってるんで、はい、ここにつけた魔導の才能が、なんでかっていうとね、あの魔導の才能の2個付けはもうできないんですよ。残念ながらこれ検証済みです。もうやってます。もう一回見せてもしょうがないんで、あの気になる人はね、これの1個前の動画見てください。はい、あの生配信でやってるんで、結構めんどくさい検証だったんですけど。だから聖杯ルシファーを持たせて装備させて、主人公ね、これほぼほぼ最強装備なんだけど、動くっていうなると、だからペルソナのスキル構成で魔導の才能をつけたと、つけたっていう人は気をつけてほしいってことです。ねえ、だからこの魔導の才能のスキルのこの読み方のもあるんだけど、このなんだろう、まあ、天然系魔法ね、自然系魔法しかブースター率上がんない。うん、万能魔法攻撃はもう上げることができないということを理解した上でつけるということです。でかつね、でもう一個は、まあ自然系魔法つけました、自然系魔法のブースターつけました、魔導の才能つけました、まあ、仮にメサイアでねつけたとします。聖杯ルシファーを装備させて戦ってるんだったら、この取り付けたペルソナの魔導の才能は死にスキルになってるよ、効果がないスキルになっちゃってるよっていうところです。それだったら別のスキル取り付けた方がいいよねっていうことでございます。はい、まあ、結論から言うと魔導の才能の2個付けは不可能ということですね。だから今後ペルソナ作っていく上で魔導の才能のスキルってまあ便利なんだけど、まあスキルの使い分けというか、まあ、あの特性、いいところ悪いところを分かった上で使ってほしいなと思います。何でもかんでもね、あのペルソナのスキルにブースター乗せりゃいいもんじゃないよ。それを分かった上で、自分で把握した上でうまく使ってほしいなってとこでございます。はい、分かっていただけましたかね。はい、気をつけてください。皆さんね、これ分からずねブースターガン積みしてる人いると思うんで、はい、もうサタナエルとかにつけないでね。サタナエルなんかにつけたらもう意味がないから、魔導の才能なんて、うん、そう、あれ万能攻撃魔法だしね。はい、で、はい、あとねもう一個ねちょっと言い忘れたことがあって、まあ、さっきね、メサイアの、魔導の才能のもうつけるときは気をつけてねって言ったと思うんだけど、まあ、追加でちょっとね、まあ一つ魔導の才能の効果をね生かす方法があります。例えばね、まあ、さっき説明したみたいにここに魔導の才能のね搭載しましたと、でそういうペルソナ作りましたよって言った場合に、要は装備をね変えれば魔導の才能の効果は生きるので、例えばねこのデオスクシポス、うん、多分最強装備付近の、まあ、2番目の武器かもしれんけど、これ以前の旧作でもね使ってたんだけど、これだとね、あの追加効果が力なプラス7、耐性虫アタックいうことでね、はい、絶対にぶった切れるんでしょうね、何でもどんな耐性でもぶった切れるんでしょうね。まあそういう剣だよということで、まあそれも結構メリットあると思うんですけど、例えばこういう剣とかにねすれば、例えばまあメサイアに魔導の才能つけました、まあ、火炎魔法、火炎特化型のブースターつけました、マルチブースターつけました、魔導の才能取り付けたとしても、
ここの場合はこの魔導の才能のスキルの効果はいきます。はい、聖杯ルシファーじゃないから。うん、だからデオスクシポスにすれば、まあどんなペルソナに魔導の才能つけてもいいと思います。困ったね。聖杯ルシファー持てねえのかと。まあ分かった上で聖杯ルシファー持つんだったらいいけどね。うん、ということでございます。で、追加でもう一個、説明しなきゃいけないね。今ね、僕ね、レベル97の EXP 残り78でメサイアが成長という形まで持ってってるんですが、もう一歩先に成長させた方がいいかな。レベル98で魔導の才能が生まれます。生まれます。でレベル99でね、救世主の奇跡って読むのかな、うん、輝き石かもしれんけど、この救世主のなんちゃらっていうのが生まれるようになります。はい、受胎でね。この素材がめちゃくちゃ大事で、なんで大事か、うん、めっちゃ生み出してもらう必要があるんですよ。何回も。だからハイグロをつける必要があるんですね。はい、何回も成長させた方がいい。もうベンチ入りペルソナとしてメサイアを持ち歩き、後半はもうこのダンジョン駆け巡って何回も受胎させてもらってください。で、まあ一応理想系としては、まあそうだな、レベル98で次のレベル上がる手前ぐらいまでちょっと EXP を調整して、でペルソナ全書を四角ボタンでロック、これが理想です。うん、絶対にやってはいけないことは、ペルソナレベルをマックスレベル99にした状態で、あ、メサイア完成ってロックはやめてください。もったいないです。はい、それはあることをやりきってからにしてください。その方が絶対にいいです。これね、取り返しつかない、ある意味、大事なことです。要はね、この救世主のなんちゃらっていうのが、主人公やパーティーたちの最強装備の 元ネタになるんですよ。素材です。ってことはよ、パーティー全員結構人数いるよね。あれ分ぐらいの救世主のなんちゃらがいるってこと。だからめっちゃ成長させなきゃいけないんですよ。何回もこのメサイアに受胎して生み出してもらわなきゃいけないんですね。鶏の卵みたいにポコ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 生み出してもらわなきゃいけない。ってなると、このハイグローは絶対つけといた方がいいよねっていう。最後取り外す時が絶対いつか来るんだけど、それが終わりきるまではハイグローつけといてください。はい、ほんで救世主のね、なんちゃらを覚える一歩手前までこうレベルを上げて、まあおそらく98かな、うん、手前ギリギリまで手前まで上げといて、ロック、ロックはね、四角ボタンでこうやってロックできるんで、ロックするとね、上書きできなくなっちゃうんで、はい、あ、ペルソナポータブル今やってて見てる人、ペルソナ3ポータブルとかね、プレイステーション2 の、 攻略でこの動画を見てる人はこれちょっとできないんで、ゆっくり、はい、旧作ではロックできなかったんで、はい、気をつけてくださいね。こちらのペルソナですね。はい、ということでございます。ですから皆さんね、メサイアをレベル99マックスまでやったぞって言ってね、ロックさせないように、絶対にね、装備ちゃんとするまでは手前でロック、手前まで成長させてロック、これを覚えておいてください。これ伝わったかな、これで。はい、でもっと言うてね、この物理無効っていうスキルめっちゃ使えるんで、これね、もうめっちゃ使えるんで、斬撃打撃貫通ね、これがね無効になるって、これものすごく使えるんで、あと魔導の才能もね、なんやかんや言って結構使えますから、他のペルソナにこう合体で遺伝させて移してやってくださいね。はい、そこも大事ですね。めっちゃレアなスキルをね、メサイア覚えていくんで、ぜひぜひ皆さんもね、メサイア可愛がってやってください。はい、ということで今回のマチャさんの動画はここまでです。間違った魔導の才能の、付け方、ブースターの付け方をしないように、皆さん聖杯ルシファーの剣を持つときは気をつけましょう。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。決してね、メサイアや魔導の才能、聖杯ルシファーを、侮辱する、はい、おやめになりますか、ね、そういう動画じゃございませんよということを十分承知した上で、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイ、センキュー。またの